おはようドゼル、コンニュートリノ、コンバーナード、局長補佐のヒミコよ。またいないのかよ。ほんと、どこに行ったのやら、あのアホは。あれ？あんなところにメモが落ちてるわね。なになに、探さないでください、局長。失踪か。ってことで、今回の動画は局長不在のため急遽休みということで、また次回お会いしましょう。最後までのご視聴ありがとうございました。ってなるかーい。なんで私が一人でノリツッコミみたいなことしなきゃならないのよ。ほんと手間のかかる局長様だこと。まあ多分あそこにいるだろうから、さっさと連れ戻してこようかしらね。あれ、ひみこくんどうしたの？どうしたの？じゃないですよ。変なメモ置いておいて、失踪した方がいいと思ってたんですからね。本音が出てませんか？それに、もう動画始まってますよ。いやね、その動画に使う機体を精査。なんです？この試作100トンって？局長、頑張ります。これが今回用に試作していた機体だね。大量に補給する必要が出てきた推進剤を100トン打ち上げできる SSTO だよ。もう出来上がってるなら、さっさと打ち上げちゃいましょうよ。それがさぁ、この機体を作ってる最中にふと思ったんだよね。いつもペイロード丸々トン打ち上げられる機体、とか言って機体製作してるけど、どんどん図体がでかくなってね。って。必然じゃないですか。それに見てよ、この姿。試作機だから適当につけてるところが多々あるにしても。ダサいですね。自分で思ってても他人に言われるとショックなのわかります？事実です。まあ、ダサいのはとりあえず置いておいて、このまま大型化をどんどん進めていったらそのうち限界が来るのは明らかだよね。パーツ数から来る端末の処理限界もありますし、根本的に飛べない機体とかも出てきちゃうでしょうからね。そこでです。今回は今までの製作ノウハウを継承しつつも、製作手法の見直しを図り、小型化、核コンパクト、ついでに高性能な機体の製作を目指します。どっかのロボット世界みたいな流れだな。題して、ダウンサイジング計画。ひねりなし。でも、ひとえに小型化高性能って言っても、基準がないとわからないんじゃないですか？ちゃんと基準を考えました。今までこのほぼバニラ世界で製作した SSTO は主に4機種あるわけだけど、パッと見じゃやっぱりわかりづらいよね。大きさもまちまちですし、重量も全然違いますからね。だから今回は重量に着目して基準を作ったよ。これから少しの間見づらくなるので私たちは消えるわね。今回の基準はカービン 100km の周回軌道に何トンのペイロードを搭載して到達できたかで出しているよ。基準を算出するための1つ目の数値は機体そのものの重量だね。そして2つ目が各機体が搭載できたペイロードだね。あ、カーゴ前方に搭載しちゃうと機種上げできないから、ペイロードはできる限り機体の重心近くになるよう調節して搭載した数値だよ。それでこの2つの数値で何を出したんですか？ペイロード1トンに対しての機体の重量だね。機体の重量を打ち上げできたペイロードで割ればその数値が出るでしょ。確かに出ますね。その数値がこれだね。機体の性能を推し量るには、推力とか燃費とか色々あるとは思うんだけど、これを基準にすれば総合性能を数値として算出できるんじゃないかなって思ったんだよね。要は、この数値を用いれば1トンを打ち上げるための効率を数値として見れるし、この数値を気にして機体を製作すれば、おのずと小型化高性能化ができる上、キャリアモードではその小型化の恩恵として、使用燃料の削減にもつながってウハウハってことですか？そんな感じかな。あ、ちなみに、今回この基準を算出した時についでにもう一機算出したんだけど。もう一機？そんなのありましたっけ？これです。あー、トン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 50トンですか。ダサいから出さなくてもよかったんじゃないんですか。驚くなかれ。3.18 で5機中第2位でした。嘘。まあ、機体の重量が軽いですし、見た目は含まれないですからね。少し説明が長くなっちゃったね。それでは機体の製作、スタートです。今回は尺の都合上7倍速でお送りします。形状に関してはさっき出てきたハッブルを参考に作っていくよ。具体的にはどんな機体を目指すんですか？今回はとにかく小型にすることだね。今後大型化をするにしても、ダウンサイジングシリーズの始祖となるこの機体で得られたデータを元にして大型化を進めることになるからね。不要なものや過剰なものを見直しつつ、燃料搭載量とか推力をバランスよくしたいね。ペイロードは何トン想定なんですか？22トンだね。中途半端な数字ですね。今回はまず手始めに現実世界のロケット、ファルコン9のペイロードを基準としたよ。そういえば、さっきの基準選定の時に言ってましたけど、なんで 100km 周回軌道までの数値を基準に選定したんですか？今までは 300km の管理どころとかにランデブーできる前提で SSTO は制作していたのだけど、ぶっちゃけこの世界、周回軌道に乗せられれば、あとはどうにでもなるじゃん。よほどの機体じゃなければ打ち上げが最大のネックですね。であれば、SSTO は打ち上げの手段として、それ以降の宇宙空間のことはそれに特化した機体でやった方が効率はいいよな、と思った次第でございます。
適材適所での運用法へ見直しを図るってことですか。再三っす。ただ、打ち上げだけの機能に絞っちゃうと汎用性がなくなって、使いづらくなったら本末転倒だから、基本、ランデブーとドッキングができる設備突起は搭載するよ。使わなくなったら小型化する意味がなくなっちゃいますからね。今はウィングコネクターを胴体脇につけていますね。胴体脇後部につけたマーク2タンクがカーゴにめり込まないように調節すると、その前につけたマーク1タンクと胴体の間に少し隙間ができちゃうんだよね。その隙間を埋めるためにつけてるよ。揚力は発生しますから無駄にはならないですね。この機体サイズでもブック S をつけるんですか。このパーツ揚力を結構稼げるからね。それよりも何よりも、今回は液体燃料が入るってのもポイントだね。さっきつけたタンクだけ弱速ってことですね。ストレーキもビッグ S ですか。揚力燃料バチコイ。ついでに見た目も。次はカーボ内だね。今回はあくまでもカービン軌道 100km までで、ランデブーは考えてないけど、後継機製作の時のためにドッキング設備も搭載してデータを収集するよ。マルチポイントは使わないんですか。あれ、地味にでかいんです。カーボ狭いからな。少しでも搭載容積を増やすために手製で対応って感じだね。次は尾翼あたりですか。そうなんだけどね。いつもならこれもビッグ S にしちゃうんだけど、見ての通りサイズ感が合わないんだよね。垂直尾翼の大きさが際立っちゃってますね。だから、ここら辺も今回は手製にするよ。ウィングコネクターで作るんですか。小型機でよくやる手法ですね。だ。まあ、この SSTO も小さいから大丈夫でしょ。適当だな、おい。勘です。感覚だけじゃどうにもならんこともあるだろうよ。じゃ、うんで。ない人が言うな。てか、運任せじゃダメだろ。バレた。あれ？なんでわざわざ2段に分けてるんですか。垂直尾翼だけ手製で作っちゃうとなんか不格好になりそうだから、どうにかならんもんかと考えた末の行き着いた結果だね。カーボの上を覆うようにリングをつけるんですか。開けられないとかないですよね。ちゃんとずらしてつけます。何年前の小学生だよ。にしても、本当に変なところに細かいですね。段差隙間は許しません。たまにあるだろ。訂正、たまに許します。どっちなんだよ。気分です。優柔不断が文字に出てるぞ。臨機応変って言ってもらえますか。ガバガバのな。あ、言ってなかったけど、今までは搭載できる重量を測るために燃料タンクを使ってたけど、今回から鉱石タンクに切り替えてるよ。なんでです？燃料タンクって確かに重いけど場所を取るからね。小型化高性能化を目指すにあたって、燃料タンクだとこの先詰めなくなっちゃうからだよ。だからよりコンパクトで重い鉱石タンクってことですか。まあ、他にもこの先を考えてのこともあるんだけどね。なんですか、その意味深な言い方は。内緒です。てか、エレボンの調節早く終わらせてくださいよ。クロスカウンター、炸裂する。なんかいまいちな感じだね。あ、そうだ。今思いついているようなこと言ってますけど、この前に試作してますよね。試作時の再現です。こうやって隠しちゃえばいいんよね。これをつければインテークをつけるところもできて一石二鳥。重くなって千篇一律。インテークは最近のお気に入り、可変インテーク。で、これどこが可変するの？知るか。垂直尾翼斜めにしちゃって大丈夫なんですか？あまり倒しすぎちゃうと飛行が不安定になっちゃうけどね。だいぶ形が整ってきましたね。まだ気になるところはあるけど、まずはざっくり完成させてテストをしなきゃだからね。って思ったけどやっぱ気になる。知ってた。まあでも、そこの段差は気になりますね。でしょ？これをつければ見た目も良くなること間違いなし。重要要素、迷子中。斜めに配置するとぴったり合わせるのが苦労するのよね。行き当たりばったりのせいだろ。あ、ここもずれてる。飛び火。あ、隙間。炎症。とりあえず見た目はこんなもんかな。今回のテーマは小型化をすることです。インテークの数足らないかな。もう4つついてますけど。酸化剤って液体燃料より減りがかなり早いからね。そのことを踏まえてエアブリージングでできる限り加速して、クローズドサイクルの時間を減らすのが狙いだね。酸化剤専用のタンクでもあれば別なんですけどね。マジ欲しかったっす。次はギアの取り付けですかね。って、何見てるんですか？このタンク斜めってる。こういう手抜き作業をしたらあかんのですよ。責任者出てきなさい。あんたが。こういう細かいことを放置して積み上げていくと、後々問題が起きた時被害が大きくなったり、修正するのに多大な時間を要することになりますからね。小さなことからコツコツと。実際の宇宙開発がそうですからね。失敗することを恐れて何もしなかったら成功はまずしないからね。失敗しても何がダメだったのかを分析して次に成功させればそれは失敗ではなくなるとですよ。有名な発明家の方も言ってますね。私は失敗したことはない。うまくいかない1万通りの方法を発見しただけだって。KSP を買った時に3日でやめようとしてた私でも今なら言えるよ。ラーメン食べたいです。もう少し真面目にやりましょうね。検討することを検討させていただきます。する気ないだろ。やっとギアの取り付け完了ですね。ここまでだいたい40分。試作は4時間半かかってます。あとは細かいところの設定だね。結局カーボ全開にはできない感じじゃないですか。
まあ、詰めるものもそこまで大きくないし、こんくらい開けば大丈夫でしょ？って、言っときながら後ろに下げてます。開かなすぎでしたよ。これで OK かな。それでもあまり開かないですね。あとは私のテクニックで。作戦、ガンガンぶつけようぜ。最後に今回の仮想ペイロードになる鉱石タンクを搭載ですね。ほんとぴったりサイズですね。ちょっと小さく作りすぎちゃったかな。これだとペイロード重量はそこまで試せないね。これで試作段階までの製作は完了だね。それでは、1回目のテストに行きましょうか。それじゃ早速行こうか。今回のテストはどこまで試すんですか？まずは離陸ができるかから始まって、次は加速できるかだね。その後は 100km 周回に入れるかを確認して、最後に燃料バランスの確認だね。そこまで確認したら一旦 SPH に戻って、見直しと追加調整って感じかな。軌道上まで問題なく行けるのかの確認ってことですね。少し機種上げしにくいね。速度は十分だったのに上がりませんでしたね。機体前方の揚力が少し足らない感じかな。戻ったら追加だね。加速は問題なさそうですね。機体の周りにごちゃごちゃつけてないからここは順当だね。でも、少し推力がありすぎなんじゃないですか？そこはこの後の追加とかを見越してのことだから大丈夫だよ。加速しすぎじゃありません。海面高度1万1000で 1400m 毎秒以上出ちゃってますけど。これから高度が上がって大気が薄くなるから大丈夫でしょ。不安しかない。炎天 100km を超えました。スロットルダウン、ちょい様子見。曖昧。でも、ここまで来てザンデルタ V が530にあれば周回には入れますね。ここまでは前回と同じ結果ですか？前回？これ作る前に試作機作ったんですよね。作ったよ。その試作機でテストしたんですよね。してないよ。その時の結果と今回の結果が同じだったのかを聞いてるんですよ。してねえのかよ。いやだなあ、ひみこくん。早とちりしちゃって。試作機はあくまで SPH で数字を確認するためだけで、飛行のテストなんてしてるわけないじゃん。当然のごとく言うな。まあ、なんていうかね。私くらいになると数字と使ったパーツの組み合わせで飛ぶか飛ばないかは分かっちゃうんだよね。自慢か。このテストはこの後の追加だのをやる前の念のためのテストってところだね。周回に入れるのはもう分かったから、最後に燃料バランスの確認だね。酸化剤がそこそこ余りそうな感じですね。一メモリか二メモリ分くらいは減らしても大丈夫そうだね。よし、確認は終わったから SPH に戻ろうか。それでは今のテスト後に追加や調整をしたところをスパッとご説明。まずは機種の方からだね。離陸時に言っていた機体前方の揚力不足を補うために、VIP-S ストレーキを追加したよ。インテークも追加されてますね。これは吸気確保のためじゃなくて、隠したいものを隠すためって感じだね。隠したいもの？ RCS ポートだね。私、どうもスラスターブロックをつけるの好きじゃないんだよね。妙に出っ張りが目立っちゃって気になるというか。だからリニアポートをつけてるわけなんだけど、前方に噴射するためのポートを胴体につけちゃうとそれも気になっちゃうから、極力隠すための苦肉の策って感じだね。だからごく最近の機体にはこの構造を取り入れているんですか？これでも気になるには気になるけどね。あと、バッテリーとリアクションホイールを隠してる影響で飛行時に機種部が揺れてるような気がしたから、ストラットコネクターで補強してあるよ。移動して胴体内に隠してます。次は機体側面だね。ここにも VIP-S を取り付けて液体燃料の増装と、ついでに機体の見た目がよりシャープになるようにしたよ。最後まで重要要素迷子中。それと減速用にエアブレーキも追加してるね。機体後部には充電のためのアレイを追加したのと、着陸後の減速用に主翼上にドラッグシュートを追加したよ。まあ、ここまで小型だとドラッグシュートは使わないと思うけどね。安全第一。そして最後にカーゴ内ですね。これは不足とかではなくて単に隙間を埋めるって理由だけど、前方のドッキングポート周りと後方のコクピット周りに外部燃料タンクを追加したよ。その他にもパーツ位置の調節など細々したところを調節して、ダウンサイジングシリーズの始祖。プトレマイオスの完成です。新機軸の機体という点ではふさわしい名前ですね。でしょ？それでは肝心の基準値がどうなったかの発表です。あれ？ここで発表するんですか？いつもの気まぐれだとこの後飛行シーンがありますよね。てっきりそこまで引っ張るのかと。ね、いつもならそうするんだけど、今回は鉱石タンクじゃなくて別のものを積んで飛行しようかなって。別のもの？別のものって何なんですか？希望という名の罪に。パクるなよ。まあそこはこの後も見てくださいってことで。なんか腑に落ちないですけど。落ちたことあるの？ないです。そことおー。それでは発表です。急展開。重量 100.212 トン、ペイロード40トンで 2.50 です。とりあえず新基準ではうちの機体でトップですね。って、22トンじゃないのかよ。なんだかんだで乗せられます。小さすぎなんだよ。
まあ、何はともあれ小型化高性能化の第一歩は踏み出せましたね。次はどのくらいのサイズで考えてるんですか？ハッブルと同じくらいの60トンから70トンくらいを小型化してみたいね。さすがにこれじゃ小さいですからね。データ収集後は人員輸送に転用予定。小型化も完了したところで、この後はプトレマイオスの飛行シーンとなります。私たちはここらでドローンします。いつもご視聴、ご評価、コメントをいただきありがとうございます。ありが100匹。視聴数が増えるたび、ご評価をいただくたびに次回への意欲につながっているわ。そして、コメントでご感想をいただけることでこの先の方向性を考えるのに大変参考にさせていただいているわ。堂々巡りで振り出しに戻ってるのは秘密です。この動画でチャンネル登録をいただいた方にも感謝を申し上げるわ。いらっしゃい。登録数が増えるたびにより多くの方に楽しんでいただく庭を考える日々よ。かっこ、夢の中限定。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この後も見てねー。5時間の長編です。私はパスで。